花色日和さんのツイッターからになりますが、3月28日の日曜日、花色日和セコンド単独公演終わられた後、大花爛漫桜の木の下で待つ君たちへにお越しいただきありがとうございましたとのお礼のメッセージをいただいておりました。ご来場のお客様にいくつかお願いがあります。での最後のステージになります。最後まで盛り上がっていきましょう。以上、熱性ミサでした。しばらくお待ちください。
んは、私たち花色日和です。よろしくお願いします。本日は花色日和セカンド単独公演にお越しいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。自己紹介をしていきたいと思います。はい、2期生のゆうぽんです。私は今日で本当に最後の卒業となるんですけども、本当にこのような素敵な場を設けていただいてありがとうございます。最後まで見守っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、こんばんは、2期生のもえぴです。私もポンさんと同じく2期生は今日が最後の公演になるんですけれども、悔いのないように全力で楽しんで、皆さんにもその楽しさが伝わればいいなって思います。よろしくお願いします。はい、2期生のミサです。私も今日で卒業になります。たくさん曲を踊るので同期ともですし、後輩ともたくさん楽しんでいけたら。チャイナンタ2期生の2期生の先輩方と踊れるのが最後なので、本当に一生忘れられないこと思います。全力で頑張ります。お願いします。3期生の水木 T です。今日は皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。4期生のマヤテンです。久しぶりのステージなので楽しんでできるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。テレミンです。今日は全力で楽しみたいと思います。よろしくお願いします。4期生のあずさです。緊張するんですけど頑張ります。よろしくお願いします。はい、4期生のメイプルです。今日は皆さんを花色に染めたいと思います。よろしくお願いします。はい、4期生のレナです。今日は1日全力で楽しみたいと思います。今日も一日頑張れな。はい、4期生のアンです。今日は一日いっぱいいっぱい盛り上がっていきましょう。はい、4期生のくまちゃんです。今日はいろんな曲を踊るのでぜひ楽しみにしていてください。よろしくお願いします。こんにちは、4期生のミニです。初めて人が近いのが初めてなので頑張ります。楽しんでください。はい、4期生のあかねです。2期生の先輩と踊る機会が最後になるので最後まで楽しんでいきたいと思います。皆さんもすごく楽しんで帰ってもらえたら嬉しいです。ありがとうございます。この日を迎えられてとても嬉しいです。今回花色日和、いろんな花色日和を見せられるよう、一生懸命パフォーマンスしていきますので、一緒に盛り上がっていけたら盛り上がっていきましょう。それでは次の曲に行きたいと思います。
演されましたメンバーの方々になります。当日いただきましたチラシになります。セットリストになります。